キンプリヘイヤーとジングージ・ユータ、退場後の仕事不足にファンの反発と日本社会の風習。キングプリンス以下、キンプリのメンバーであるヘイヤーとジングージ・ユータがグループを脱退し、その後の個々の仕事不足がファンの間で話題となっている。一部のファンは彼らを、干された、と感じ、その理由について憶測が飛び交っている。しかし、実際のところ、 これは、ジャニーズ事務所や芸能界の一般的な監修に、禁するものなのだろうか。この記事では、平野と神宮寺の状況を検証し、その背後にある日本社会の召集感に焦点を当てる。金プリ脱退と個人仕事の不足。5月22日にデビュー5周年前日を迎える中、平野潮と神宮寺裕太は、岸優太と共にグループ脱退が発表された。 騎士は秋に退場する一方で、平野と神宮寺は脱退と同時での退場が決定している。これにより、彼らは金プリの平野神宮寺として最後の期間を活動することとなった。しかし、注目されるのは二人の個人仕事の少なさである。ファンの中には平野と神宮寺ソロでの仕事がないことに闇を感じます。 星具合があからさますぎ呆れるほどの星を嫌ななどといった反発の声が広がっている。一部には退場者への礼遇と受け取るファンもいるが、これは契約上の制約や芸能界の監修によるものかもしれない。日本の消臭慣に基づく仕事の減少。芸能記者によれば、現在の金プリで個人仕事が多いのはグループに残る橋山と長瀬角であるという。 これは二人が春クールのドラマに出演するためであり、プロモーションが多いだけである。一方で平野と神宮寺はドラマがないために個人仕事が少ないとされている。これは退場が春クール真っ最中の5月であり、途中でプロダクションが変わる出演者と契約が難しいとの見方もある。 ファンの中には冷静に辞める人と続ける人だったら、そりゃ続けて苦人に仕事が来るに決まってる。秋は平野のドラマで出ずっぱりだったし、時期によって露出の偏りが出るのは当然、もうすぐジャニーズを退場する人にジャニーズとしての仕事がないのは当たり前。闇でも陰謀でもない、との声も聞こえる。 習慣記者によれば、日本社会では退職者に重要な仕事が与えられないのは一般的な風習であり、これは大企業やベンチャー企業においても同様だという。日本社会の小習慣とは日本の企業文化では、辞意を表明した従業員がその後の業務において影響を与えないよう、 一般的には仕事の削減やプロジェクトからの外れを行うことが一般的である。これは大企業であればなおさらであり、公認に経験を積ませたり、業務を減らしたりすることがしばしば見られる。特に芸能界においても、所属事務所やプロダクションが変わる場合、途中で契約を結ぶことが難しく、個人仕事が減少するのは避けられない現実と言える。 金プリの平野潮と神宮寺勇太が脱退し、その後の個人仕事の不足がファンの反発を呼んでいるが、これは日本社会の召集慣に基づくものである可能性が高い。退場者には重要な仕事が与えられず、業務が制限されることは一般的な風習であり、これが芸能界でも顕著に現れている。 平野と神宮寺が今後海外での活動を視野に入れていることも考慮すべきだが、日本の小習慣が彼らの現状に影響を与えていることは否めない。ファンとしては、これを理解し、彼らの今後の活動に期待することが重要であろう。